はい、今日は、モノクロ現像について、実演とともに解説をしてみたいと思います。もうね、すでにYouTube の方ではたくさんのね動画が上がっているので、あえてまあ僕がやることでもないかもしれませんが、まあ、僕なりのねやり方とか考え方、それから、こうすると便利だよっていうねポイントがあると思います。なのでこれからねフィルム現像、まあ、モノクロなんですけれども、これを始めたい人の、参考になればいいなというふうに思ってこの動画は作っています。で、ここにあるセット、これだけあれば、まあ、ひとまずフィルム現像は可能です。ちょっとね順を追って説明してみたいと思います。はい、これがねダークバックと言います。ダークバック、これはですね光をね中に通しません。なので、フィルムを出して、そのフィルムこれをね現像タンクにセットするときには必ず必要です。まあ、なかなかねお家の中でもよーくこうね目を凝らすと夜でもねうっすらこういろんなところから光が入ってきます。なので完全にこう光を遮るのが難しいので、このダークバックはどうしてもね必要なアイテムとなってきます。そして今説明しましたこのね現像タンク、この現像タンクも、いろんな種類があります。ね、ステンレス製 の, マスコタンクというのが一番、まあ、日本では有名なんですけれども、まあ、その他に何種類もね、タンクがあります。僕はね、このパターソンという現像タンク、これ実はね、中学校の3年の時に買って、今までずっと使っているものなんですけれども、まあ、このね、現像タンクを使っています。まあ、現像タンクは基本的には、どんなものでもね、構いません。自分のね、なんか使いやすいもの、自分のまあなんかこだわりがあれば、そういうね、ブランドで探したりとか、あとまあ現像のね、この仕上がり、これによって、タンクによってもね、若干違って、またこれは後でご説明しますけれども、それぞれの特性があるので、その中でまあ自分でチョイスをしていく、まあ、このね、必要があります。これは現像タンクですね。そして、このメスカップとこのね、かくはん棒ですね。これはやっぱりね、2リッターまでのものがあると便利です。1リッターだとね、ちょっとね、薬品の水で割ったりとかして、容量がね、大きくなってしまいますので、まあ、2リッターもののカップ、それと、かくはん棒、これがね、最低限必要になってきます。さあ、次に、現像、ね、時間を測るためのこのタイマーね。このタイマーはもう本当にね、どこにでもあるもので大丈夫です。昔はね、暗室時計を使ったりとかしていたんですけども、こういうね、電子式のものの方が、きっと今手に入りやすくて、分かりやすいと思いますので、このタイマーね、これも準備をしてください。それから、あとね、温度計です。温度計。これもね、デジタルのものとかいろいろありますけれども、これも温度がね、ほぼほぼ正確に測れれば大丈夫です。だいたい18度から24、5度、ね、ここまでが現像でよく使う温度になりますので、まあ、そのあたりがね、正確に測れる、もしくはまあメモリが大きくね、作られているものがあれば、それの方が、ベターだと思います。さあ、次にですね、薬品なんですけれども、この薬品はですね、もちろん富士フィルムさん、それからコダックね、まあ、コダックの中でもいろんなね、D76 とか、これは T-MAX デベロッパーというですね、現像液、いろいろあるんですけれども、これはね、ちょっとね、皆さんで調べてもらう必要があります。まあ、どういうフィルムを使うのか、それから、そのフィルムとね、この現像液の相性というのがあります。実は、T-MAX と D76 というのは、僕が感じる部分で言うと、あまり相性の良くない現像液とね、フィルムの組み合わせになるんです。なので、T-MAX にはやっぱりこう T-MAX デベロッパーが非常にね、相性としてはいい。まあ、そんな風にね、ちょっとこう薬品とフィルム、ね、そんな組み合わせなんかでも、現像のされ方とかが変わってくるので、ここはいろんなちょっとネットを調べてもらって、自分がね、まずはどのフィルムを使っている、まあ、もしくはどんなフィルムが好きかというところから、スタートをしてですね、あと薬品ですね、それに合わせる薬品、現像で使う薬品が、まあ、いいか悪いか、まあ、他の人のユーザーのね、意見も聞きながら、ご自身でテストをして、お使いになるのがいいと思います。そして、この停止液、ね、停止液なんですが、これもね、まあ、いろんなね、製薬会社から出てます。なので、もちろん、まあ、コダックから出てるもの、富士から出てるものが、だけがですね、ベスト、ベターなわけではなくて、これなんかね、僕非常にね、好きで使ってるんですよ。なぜならば、匂わない停止液っていうことでですね、どうしてもね、停止液とか定着液っていうのは、こう、酸っぱいね、酢酸とかも、酢の匂いがするんですよ。なので、非常にこう、フィルム現像とかね、写真の現像というのは嫌われるんですね。この酸っぱい匂いがちょっと独特で鼻についてしまうという特性があるんですけれども、これはね、匂わない停止液、本当に、ね、匂いません。なので僕はこの停止液を使ってます。これはね、もちろん、1回買えばかなりね長く使えるので、まあ、1回買えばねしばらくは持つもの。そして、この現像液は
こうやってねリキッドタイプになっているものは約ね未開封の状態で半年ぐらいが有効期限になってますので、少しねそこら辺なんていうかな、有効期限というかそれをね意識して、保管とか管理をねされる必要があります。さあそして今度ね最後の、薬品でいうと定着液ですね。定着液、この定着液は、僕が使っているのはスーパーフジフィックスというものを使っているんですけれども、これもねいろんな例えば中外さんとかですね、いろんなねやっぱり薬品会社から出てます。なので東京だけだったらねいろんな種類のものを簡単にこう手に入れることができるんですけれども、地方の人もねネットで調べればこう、ね、ある程度こう手に入りやすいものっていうのが出てきますので、まあ手に入りやすいものでこう組み合わせていって現像をねしていかれればいいと思います。なのでもう一回まとめますと、この商品ミニマムセットね、ミニマムセットでまとめるとですね、ダークバック、それから現像タンク、そしてメスカップで攪拌棒、ね、それから温度計とタイマー、そして薬品はミニマムは3種類ね、現像液、停止液、定着液、これだけあればひとまずフィルムを現像することが可能ですので、皆さんもまずはこれね、これだけの 1,2,3,4,5,6,7,8,9 点ね、この9点のアイテムを何とかして揃えてください。今ねヤフーオークションではかなりねこう安くね取引されてます。なのでヤフオクなんかをね使ってお手軽にというかまあコストをねちょっと抑えて使っていくのも賢いねスタートの仕方だと思いますので、まずはここからスタートしてみましょう。では次に行きます。はい、ここからは、ちょっとこう豪華になりますけれども、まあ、バリューセットと、ね、いう名前を付けましょうか。これだけあれば現像便利で快適にできますよっていうものを、ちょっと揃えてみました。ね、先ほど解説したこの現像液、それから停止液、そして定着液、これはですねもう外せない薬剤なのでこちらの方にちょっとねまとめて置いておきます。ここからねあったら便利だなっていうもので言うと富士 QW、 これクイックウォッシュなんですけれども、まあクイックウォッシュというだけあって早く洗いますよ。何が早く洗えるかというと、この定着液の中に含まれている成分、これをねフィルムもしくはプリントから早く洗い流そうというものなので、これはぜひともね買った方が水道代コンパクトにできます。はい、さあ次にですねこのねドライウェル、ここまで来るともう完璧。これは水滴防止剤の役目を果たします。これはね水洗がずっと終わります。そして乾燥の時に水滴が残ってしまうんですね。その水滴が残るとそのまんまこう白い跡になったりとかして水滴地味みたいになります。それを防止するための、まあ言ってみればねなんか中性洗剤のようなね成分の薬なので、これはね1本買っておいてもいいと思います。はい、そして今度このねスポンジ、このスポンジがですねこれはね商品名なんて言うんだろう、後で調べて書いておきます。商品名この辺りに書いておきますけれども、これをですね使うとフィルムこうね、僕なんかはフィルムをねこれ両方ともきれいに水洗いをしてすごく薄くね水を切ります。もちろん順番で言うとこのドライウェルというですね薬剤に、浸した後にこれでさらに薄くこう水を切って大きな、ね、水滴をなんかスクイーズしてあげると本当にね綺麗な、ね、仕上がりになるので、このスポンジというのはとっても大事です。ただこれもねなんかいろんなものがついちゃうともうそれでこうフィルムに傷をつけることになるので、これは定期的に買い替えが必要なものなんですが、このスポンジこれが2つあることでねフィルムのクオリティもね随分上がります。まあ、これはね賛否両論ありますよ。もちろんね例えば乳剤面とベース面これ両方でこうスクイーズするので、乳剤面の方にねやっぱちょうど水を含んで柔らかくなっている時にこんなそんなスクイーズなんかしたらこの傷とかね跡が残るじゃないかとかっていう方がいらっしゃるんですけれども、僕ねこのやり方をしてもうね30年以上になりますが、一本のねフィルムにね傷を引いたりとかトラブルが起こったことはありません。なのでまあこれは好みになると思うんですが、僕はこのフィルムをスクイーズすることで乾燥をねより早めるっていうことをやっています。ではね次にクリップに行きます。クリップはですね 35mm 用のクリップ、それからブロニーのねちょっと幅の広いクリップとこう2種類あるんですけれども、まあ、一般的には 35mm のね幅の、まあ、ちょっとコンパクトなねクリップがあれば非常に便利です。まあ、これね上に引っ掛けて、それからこうねフィルムピューっとこう長いフィルムがあって下にこう引っ掛ける。でこれここにね実は重りが入ってます、鉛のね。
これによってこう引っ張られることでまっすぐに乾燥させるというふうなものなので、このクリップもね、外せないアイテムの一つとなりますので、先ほどのミニマムセットでフィルムにはできるんですけども、まあ、こういったね細かいもの、これがあることでよりねクオリティの高いフィルム現像が可能になっていきます。このクリップも忘れないように、そうですね、どのぐらいだろう、まあ、3、4個あれば、いいんじゃないのかなというふうに思います。さあ、まあ、そんな風にですね、薬剤があった、こう、クリップ類、ちょっとこう、細かいね、アイテムがある。そして、次に、もし可能であればなんですが、メスカップをですね、2つ、ご用意するといいのではないかなというふうに思ってます。まあ、うちではですね、この、2リッター用のやつを2個用意してます。ここに実は印があると思うんですが、この黒のね、テープが貼ってあるもの、それから貼ってないものがあります。これはどういうふうに分けているかというとですね、実は薬品に関係してくるんですけれども、黒い方は現像液をこうね、水とブレンドするときに使ってます。そして、こちらの何もない方ですね、何もない方は、まあ、停止、それから定着液。これをね、水でこう割ってブレンドするときに使うものです。まあ、どうしてもね、性質というか、アルカリと酸というね、異なる、相反するというか、そういう薬剤同士なので、まあ、ここは、まあ、念のためというか、区別してね、現像するようにしています。はい。まあ、そのためにね、2つ必要だと。次、ロートです。ロートは、薬品を、こういう保存のね、ボトルに戻すときにすごく便利です。これがないとね、結構こう、ちょろっとこう、ちびっちゃったりとかですね、いろいろとこう、こぼしたりとか、出てくると思うので、まあ、これを、使うことによって、あまりこうね、周りを汚さないで保存ができるというふうな便利ものです。これは別に写真用というか、なんか100均とかでもね、売ってるそういう手軽なものでいいので、ぜひね、一つ用意をしておいてください。さあ、ここまでいくと残るは現像タンクになりますね。タイマー、それから温度計はまあ良しとして、これもね、攪拌棒、家庭とかでね、使わないもの、もう古くなったものとかを流用しちゃっていいと思います。ね。こういったものを、ね、混ぜてしっかり攪拌しましょう。さあ、ここで現像タンクです。現像タンク、これね、大きさがなんでこんなに違うんだっていうふうに、思われたと思うんですが、こちらがですね、一本用のタンクです。実はね、このね、一本用のタンク、僕ね、いい年なんですけれども、中学校の、3年生から、ね、中学の3年の時から使ってるリールで、ずいぶんね、年季の入った色をしてます。こう今のね、今の新しい、リールはですね、こんなね、なんか、あれですね、アンバーな感じではなくて、もっとこう白いんですけどね、これもでもだいぶお疲れ様な感じなんですが、ずいぶんね、色が違う。これだけね、多くのね、フィルムを現像してきたなという証です。まあこれね、本当に、パターソンっていう、これね、イギリスだったかな、うん、パターソン現像タンクというですね、ものなんですけれども、いまだにね、これ商品としても売ってます。ヨドバシでもね、新品でまだまだ売ってます。そしてパーツなんかもね、取り寄せがすることができるんですけれども、皆さん的にはヤフーオークションとかをうまく使って買うといいと思いますよ。かなりね、安い値段で出品されてます。なのでね、必要な人にとっては高いね、アイテムになるかもしれませんが、もうすでにね、現像しませんっていう方にとっては非常にね、そんな重要でもないのか、かなりね、安く出品されているので、まあ、そういったところでね、このパーツであったり、現像タンクそのものをね、お買い求めになってもいいと思います。まあ、タンクに関してはですね、ステンレス用の、まあ、日本で有名なのが、マスコタンクという、現像液の流れとかをね、随分計算されて作られている有名なね、ステンレスタンクがあるんですけれども、まあ、そういったものだとか、何種類かね、こうタンクはあります。なんですが、まあ、僕はこのね、パターソンタンク、これをね、ずっと中学の頃から使ってます。またね、この理由だとか、後からね、細かくお話ししますけれども、まあね、僕はパターソンを使っているので、今日はパターソンで解説をしていきましょう。で、これは1本用のタンクとなります。そしてこちらがですね、3本用のタンクになります。これ部品はですね、基本的にタンクの大きさと中のね、芯棒だけが違うんですが、その後、内側とかですね、内側に入るパーツはね、すべてね、共用できます。すべて共用。これもね、またね、このタンクのいいところであるんですけども、全部同じね、パーツです。さあ、これが1本用ですね。そしてこれが3本用。ちょっと待ってくださいね。ちょっと3本入れてみましょうか。ね、3本同時に現像ができる。ね、で、ここに、このタンク3本現像するんだったら、必要な量が書いてありますので、これよりも多めに、
薬品を作っておけば安心だと思います。ね、全てね、必要なことはこういうところにね、書いてありますので、大丈夫です。これは3本用ですね。実はね、この3本用、こっちが5本用なんですけども、まあ、大きさ、こう、いろいろ違いますね。僕がお勧めしたいのは、ぜひとも3本用をお買いになるといいと思います。その理由はですね、まあ、3本同時にできるというメリットもあるんですけれども、実はこのタンクは、ここをですね、外して広げることによって、中盤のブロニーフィルムも現像できます。なので、このブロニーフィルムだと、約ね、2本同時に現像ができるね、なかなかね、優れものなので、こうやってね、2本現像していける。なので、まあ、ブロニーの、カメラをお持ちの方、それから 35mm のカメラをね、お持ちの方、この両方の方に使っていただけるので、まあ、3本ね、同時にできるのもいいじゃないですか。なので、この3本用のタンク、こちらをね、お買いになるなら、用意されるといいと思います。この3本タンク、このからはおすすめです。さあ次にね、ボトルなんですが、このね、ボトルに関してはね、僕ね、なんだろう、ペットボトルでもね、いいんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ2リッター用のボトル、それから 1.5 リッター、1リッターとね、ペットボトルの種類もね、いくつかあるじゃないですか。まあそういったものを利用してね、使ってもいいんじゃないのかなというふうに個人的には思います。そんなにね、やっぱり現像液も、まあ、一度こうね、溶いてしまうと、そうそう長くね、保存保管できるものではないんですよ。まあね、昔の人はね、こう、うなぎのタレのようにね、現像液なんかこう、継ぎ足し継ぎ足し継ぎ足しで、非常にこうね、現像液のこう、とろみというかね、自分だけのこう、銀の粒子のね、出し方、まあそういったところにこだわった現像される方も、いらっしゃるはいらっしゃるんですけれども、そういう方はね、まあ特殊な例であって、基本的にはそんなにね、こう一回水で割っちゃうと、長く持つものではないので、ペットボトルでね、1日2日の多分保存保管になると思うんですけれども、ペットボトルの流用で十分だと思います。まあ、定着液、それから停止液は、こうまあ反復利用、まあでも、そうですね、そんなにね、反復利用してもしなくても、まあ、っていうところはあるんですけれども、まあ、定着とかはね、少しね、処理できるっていうところがあるので、タンクがね、1個か2個、まあ、あれば、そして定着かな、定着を、保管できる、ね、こういうアイテムだけあれば、僕は十分だと思います。まあ、うちはね、結構好きでね、モノクロは割とこう処理をするので、1日2日か3日に分けてね、何回かこうね、処理をしたりとかするので、まあ、こうやってね、ストック用のね、ボトル用意してはいるんですけれども、まあ、皆さんの場合はね、そういった部分、ペットボトルを流用するとかしながら、コストをかけなくてもいいと思います。本格的に現像をね、やってみたい。まあ、そういう方にはね、こういうボトルを使って、もしかしたらそのね、うなぎのタレのように、現像液をね、継ぎ足し作っていって、ご自身オリジナルの、ね、レシピでフィルム現像されるのもいいのではないかなというふうに思いますけれども、まあ、ひとまずはペットボトルで代用する、まあ、これをね、アイディアとして、頭に置いておいてください。